感染防止のために、命と健康、暮らしを守るために、ご尽力いただいているすべての皆さんに御礼申し上げます。京都市内で感染が急拡大しております。私たちも危機感を持っております。医療関係者等と協議をしていますが、病院、医療関係者から医療崩壊の危機との切実な声もお伺いしております。私たちはしっかりと答えていきたい。医療崩壊を防ぐためには感染拡大防止が何よりも大事であります。基本の徹底をお願いします。そしてこんな状況の下で年末年始を迎えます。12月29日から1月1日まで多くのかかりつけ医が休まれるところであります。そんな時には府市協調で開設しております京都新型コロナ医療相談センターへご相談ください。24時間対応しております。そしてかかりつけ医などが万全の体制で診療していただくために京都市独自の支援金制度を創設する。さらに検体を京都市が回収して PCR 検査を実施するなど万全を期してまいりたいと考えております。さて市民の皆さん、この年末年始は外出や帰省を極力控えていただき、家族で静かに過ごしていただきたいと思います。会食は家族を基本に、そして外での食事は夜9時まで、4人以下の人数で、長くとも2時間まででお願いします。食事の場が感染リスクは多くございます。さらに家庭内感染が増えております。家庭内で重症化リスクの高いお年寄りなどに移さないように、極力ご尽力をお願いいたします。初詣の季節が来ます。初詣は混雑を避けていただくことを、その時間帯をよくよく考えての初詣にしてください。どうぞよろしくお願いします。